今日は静岡大学浜松キャンパスのオープンキャンパスにやってきました。はい、おはようございます。大学ではですね、そういう基礎的な知識というのは、すでにあるとして、もしくはそこで一生懸命ですね、追いついてもらって専門科目も勉強してもらいたいと考えています。静岡大学の現状と特色として、全国から見てどういう状況にあるかというのを少し説明させていただきます。静岡大学はですね、優れた研究実績があるということで、教員1人当たり特許件数が全国で6位の特許件数を取っています。それから研究費とかは全国で15位、それから論文の指数とかレベルでは全国で20位ということで、よく大学のトップ20とか呼びますので、そんな中で、この位置づけにあるということです。こちら機械工学科がツアー中です。で、うちの研究室は実際にですね、3年前と、それから今年にですね、その先ほど電流を流して、力を発生するというテザーの宇宙実験を JAXA のロケットを使ってやります。そういったことで、それから宇宙エレベーターについてもいろいろ研究してまして、宇宙エレベーターは、一つはこのテザーに沿ってプライマーを上るようにさせる。が必要なんですね。そのプライマーをどうするかということについて、非常にですね、重要な技術になっています。繊維強化プラスチック FRP というんですけども、これも聞いたこともあるかもしれないんですけども、プールの材料とかにもよく使われてるんですが こういった、非常に強い強度を持った繊維をプラスチックの中に埋めてやることで、より軽くて高強度な、複合材料という材料をやって、車のボディだとかそういうものにいろいろ活かしてやろうという、こういう材料を取り扱って研究を行っています。その中でも炭素繊維強化複合材料っていって、これ CFRP っていうんですけども、聞いたことある人いますか？あまり聞いたことない。この材料は結構 FRP ってものは結構前からあったんですけど、この CFRP っていうのは特に最近の、新しい、材料の一つで、こういった黒いシートがあるんですけど、これ実際触ったペラペラなんですね。でこれはどういうシートかっていうと、その炭素の硬い繊維をプラスチックの中に、柔らかいその樹脂の中に埋めてやってるシートなんですね。でこれを加熱してプレスしてやると非常に硬い板が出来上がるんですけども、それは非常にもう材料の中のトップクラスに軽くて強い材料なんですね。でこういった材料は飛行機の、これボーイングの写真のモデルなんですけども、この青い部分全部これも CFRP でできています。まず、希望の学部とか科を聞かせてください。工学部の機械工学科です。または今日オープンキャンパスに参加されて印象はいかがでしょうか？いろんな学科のコースがすごい専門的に分かってて、研究室をいろいろ見てます。その研究室ごとにさまざまな研究をしていて、自分のやりたいことが見つかるかなと思いました。はい、初めてオープンキャンパスに来て、研究室を覗いて、研究室によってもそのことがいろいろ違って、はい、面白かったです。